おはようございます。それでは、ノムハクドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。お待たせいたしました。ロボリン高尾山駅ケーブルカー、オーバーホー、まもなく、車道いたします。それでは、下向いたします。緩まったので、ご注意ください。本日は、高尾山駅南線ケーブルカーをご利用くださいまして、誠にありがとうございます。これより高低差271メートルを約6分かけて登ります。標高472メートル地点にございます。終点の高尾山まで、私乗務員の田中がご案内いたします。途中事故防止のためやむを得ず急停止をする場合がございますのでご注意ください。静岡三方三大本山の一つでございます。その先標高599メートル地点高尾山山頂までは40分ほどで到着いたします使用した商品で、そのままお召し上がりいただくのはもちろん、一度冷やしても美味しくお召し上がりいただけます。おやつにもお土産にもご好評をいただいております。高尾山新名物、今一押しのチーズタルトもぜひご賞味ください。
線編急に列車が入りました。ただいま通過しております速度は31と18ですね。ケーブルカーの中では日本行きの予想でございます。ありがとうございました。車間に高尾山に到着です。車内に忘れ物を乗せませんようご注意ください。お出口は進行方向左側でございます。停車の際車内を揺れますのでどうぞ予約の方このままでお待ちください。この後ホームの間から少し空いております。降りの際お仕事十分ご注意ください。それでは、まもなく左側のドアが開きます。ドッキングのお客様、ありがとうございました。よければチャンネル登録、よろしくお願いします。スマホの方は全画面を閉じて、登録ボタンをタッチ。パソコンの方は全画面を閉じて、説明欄の下にあります。それでは次回の動画でもゆっくりしていってね。